ガルパンピコ大盛り。楽しみだね、カオルさんの舞台。うんうん、なんとか昼公演だけでもチケット取れてよかったよ。ステージかなり近いよね。一応双眼鏡持ってきたけど、これならいらないかもね。え、は、私うちわ作ってきたんだ。見てもらえるかな。昔々あるところにおばあさんが暮らしていました。カオル先輩、おばあさん姿でもかっこいい。洗濯板になりたい。桃が光に包まれて、中から儚い女の子が生まれました。すごい、想像以上。待って、序盤でこれって破壊力高すぎなんだけど。今、目があった。今私を見てたんだよ。ワン、ウキ、キーと、気を失ってた。はぁ、カオル様。まさか桃太郎と鬼の身分違いの恋愛物だったなんて。10年越しの恋、ほんま儚い。永遠の愛を誓いますか。はい、誓います。最後はブーケとして、それ。鬼さえも魅了してしまった桃太郎は、町に帰って鬼もお友達もおばあさんもみんな一緒に幸せに暮らしたとさ。めでたしめでたし。はあ、いい式だったね。感動しちゃった。やあ、子猫ちゃんたち。コール先輩、さっきの見てました。すごくよかったです。ありがとう。夜の部も頑張ってください。おや、見に来てはくれないのかい。ああ、大人気だったので昼しか。なるほど、ここにきびだんごがあるのだが、一緒に鬼退治でもどうだろう。